リアのクォーターの、まずこっち、スピーカーついてる方外してるので、付け方、はめ方かな、を、説明していきたいと思います。まずね、白い方って言ったらいいの？上ですね。ネズミ色。はい。何色ですか、これ？ネズミ色ですかね。適当。とりあえずええって言っとけばいいみたいな。ピンでね、もう止まっピンでてすます。ね。だいたい内張りピンですね。うん。で、これは。シートベルトがあるので、それを通してもらって。別にあれですよね、シュッと。で、これ、こっちの大きい方もあ、できる。シュッと。シュッと。へえ。ほんで、まあ、で、これ、まあ、スピーカーをね、もし変えるときなんか、そうやね。は、絶対外さないとダメです。つけるのは、上から。大体。ですね。で、ここにね、ピンがおるんですよ。これね、ゲートのところです。ちょうど入れましょうか。斜めになってるよ。これ押すだけピンですか？あ、いけた。ほんで、で、下はまあそんな感じですね。下、で、ここのれ、ライトのカップラーがこれですよそうでね。す。はい。これを挿してもらって、とりあえず今もつけるだけなんで。これももうピンだけ、パンパン。こんな感じなんですね。まあ、ここのラインピンですね。ピン。で、ここにカプラーはめてもらったって。あ、落ちてる。あ、はい、こんなんです。こんなん。あ、やりますわ。すみません。これ別になんかね、めっちゃ簡単。私でももうできるようなやつなんですが。買った。ちょっと待ってください。調子乗った。いえいえ。はい、こんな感じです。で、もうこのまま。ここがかぶってるんですね。なので、こっちからつける。外すときは、だから、こっちから外すって感じですかね。トン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 、教えてもらうと入ると思います。こんな感じでやっていってもらって。で、ここにまたあった。こんにちは。ピンがつくのと、あと、フックですね。はい。フックがここですね。そうです。と、と、え？ここです。ここですね。同じフックですよね。同じフックです。こんなこんな感じ感じでつで、くので、で、外す時もまずはフックフッから。クから、そうですね。外してもらって、で、抜く。あ、ここ抜いて。そうです。こんな感じです。反対取ってるんです。反対取って見てるんですが、さっき説明させてもらった、この、あれ、何でした？これ、フックっていうの？フック。これです。これ、等ミリです。もう私でも外せた、簡単に。で、ちょっとね、ここが硬かったのが、何？湾曲になってるから、ちょっとまあ硬かったらこういう。あ、ピン抜きね。確かに。昨日のシャクちゃんの動画見ました。めっちゃ長い。見ました。私めっちゃコントから持ってる。あれ、笑って笑わなかった。こう、まっすぐ止まってるんですね。ちょっと、やりにくかったのから、ここういれ、う、ここ入りますから、こういう。工具使ってやってみてくくだださい。い。で、上も外していきます。このピンですが、ここからっていうより、そっちからの方がいいですよね。で、そうですね、傷はいかない。すみません、私がパクってたピン。そうね、この中からしてもらったら、方が、まあ、割れにまあ、くいかなっそうですね。て感じです。で、で、あとはここにピン、ピン。パチパチっと、そうそうそう。ナイス。まあ、横。モール外して。そうですね、外したら道具入るんで。工具入れへんとパチパチ取る場合で、は？
らもうモール別に外さなくて、まあ、外した方が手が入りやすい。あ、そうか、うん、モールつけるのも簡単です。こうシュート、あ、こんな感じなんで、モール外してやってもらった方が、はい、うん、はい、やりやすいと思います。またスピーカー変える時とか、はい、ちょっと洗いたい時とかはやってみてください。え、これもヤフー出品しますね。そうですね、うん、はい、ヤフーの方も見といてください。チャンネル登録とこれお願いします。